はい、毎度どうも、ひよこライダー坂井屋です。今回ご紹介するのはこちら、竹川モンキー125用パワーフィルター、こちらの方をご紹介していきたいと思います。はい、竹川さんのですね、パワーフィルターですね、モンキー125用ということで、ここにまあ書いてあるんですけれどもね、まあ、純正交換タイプっていうやつですね。純正のエアクリの、フィルターを取り外してこれと交換すると、そうすると若干パワーアップすることができますよということですね。でまあそれ以前にね、お前モンキーなんか持ってねえじゃんっていう話なんですけども、持ってますね。特にね、納車動画とかは上げなかったんですけれども、実は、中古のモンキー125買いました。まあ、買いましたというかね、正確に言うと買ったのは神さんなんですけど、以前ご紹介したね、ジャンゴですね、あちら、まあ、スクーターなんですけれども、それを下取りに出して、結局モンキーを買ってしまうというね、まあそんなこんなでちょっとまあ交換してみようかなという感じで、ちょっと開けていきましょうかね。はい、こんな感じですね。まあ、そんな、まあ、フィルターですんで、そんなにいっぱい付属品があるわけではないですね。まずは、まあ、取り扱いの説明書ですね。まあ、竹川さんのやつは、丁寧に書かれた説明書が付属しています。それから、あとは、まあ、竹川さんのステッカーですね。で、フィルターと、まあ、交換用のスポンジですね。これが1枚付属してます。で、細めと粗めっていうのがあって、最初からついてるのが細めの方ですね。割とこうフィルターの目が細かいものと、で、こちらの方。もう分かりますよね。手が映っちゃうくらい、この粗い目の、スポンジ、フィルターがついてますね。はい。全然違いますね、こうやって見ると。かなりこれ、粗いけど、大丈夫かな、これつけてっていうくらいの粗さですよね。で、まあ、説明書の方にも書いてあるんですけど、やっぱりこの粗い方をつけちゃうと、結構ホコリとか吸っちゃう可能性があるので、まあ、自己責任でっていうくらいなことが書かれていますね。なので、まあ、今回はエンジンのとか排気系もノーマルですので、まあ、こちらの細め目が細かいやつの方をつけていこうかなと思います。はい、では実際に取り付けていきましょう。
はい、フィルター交換してとりあえず走ってみました。で、まずですね、どうか体感で何か変わったかって言われると、変わったような変わってないようなっていうところですね。このモンキーですね、スプロケット、ドライブスプロケットですね、これを純正が15兆なのかな、それを17兆にしてるんですよね。で、ノーマルの状態で、17兆だと、2速3速はかなりいい具合に使えるようになるんですけど、4速がね、全くスカスカになっちゃってたんですよね。もうパワー不足で。で、1速、やっぱりスタートの時ですね、それも若干もたついてたんで、それがね、まあ、やや改善されたのかなという気はします。で、今、3速ですね。これね、このくらいの回転で4速に上げると、結構ね、もさーっというか、もうパワーがなくなったような感じがあったんですけど、これフィルター交換して若干ね、パワー出たのかなという感じで、4速でも、まあ、ストレスなく走ることができますね。うん。多分これね、フィルターの効果ある程度出てるんじゃないかなと思いますね。で、やっぱりこう、アクセル開けた時の突きというのかな。うん。割とね、おぉ、これすごいな。こう、回転数が高い時の感触っていうかな。それ、割と上がなんかすごい回るような感じがなくもないですね。うん、これすごいですね。ちょっと効果は一応実感できたっていうことでいいと思います。はい。で、試走を終えたので、とりあえずこのコンビニでちょっと U ターンしてと。うん、そうですね。ゼロ発進の時の、もっさり感もやや解消されましたね。あ、これちょっと乗りやすくなったな。うん、これなかなかいいと思います。これは交換して正解ですね。はい。